どうぞ。はい、朝日新聞の岩です。昨夜の安倍総理はトランプ米大統領と電話会談を行いました。日米で2日連続の電話会談は極めて異例なことだと思いますけれども、この会談を日本政府としてはどう評価なさっていますでしょうか。30日午後11時30分から約30分間安倍総理はトランプ米国大統領と電話会談を行いました。両首脳は北朝鮮情勢の認識分析や今後の対応について意見交換を行い、その結果として現在の北朝鮮情勢の認識、そして今後の対応について、両首脳の意見完全に一致をしている、このことを確認をいたしました。安倍総理からは29日に行われた日米首脳電話会談の後に、ムン・ジェイン韓国大統領およびターンブルオーストラリア首相との間で電話会談を行ったこと、さらに訪日中のメイ英国首相との非公式な会談を行ったことを紹介をし、また国連では安保理議長声明が採択されたことも踏まえ、両首脳は今後の対応について意見交換を行いました。そして両首脳は北朝鮮に対してさらに強い圧力をかけ、北朝鮮にその政策を変えさせなければならない、こうした点で一致をいたしました。また引き続き国連の場を含め日米韓で一層緊密に連携を図っていくことでも一致をいたしました。このように29日引き続いて日米首脳が直接電話で話をし、北朝鮮情勢の認識や今後の対応についてすり合わせを行うことができたことは極めて有意義なことで、このように思っています。はい、関係者の関連で朝日新聞のようです。昨日の会見 で長官は選択肢の一つと述べられました北朝鮮の石油の禁輸ですけれども、昨日のこの日米の電話首脳会談では石油の禁輸についての意見、意思のすり合わせとも行われたときでしょうか。新たなこの安保理決議の検討にあたっては、北朝鮮の対外経済関係、外貨収入源、こうしたことを踏まえながら、検討していくことになるというふうに思います。当然のことながら、北朝鮮の対外取引の主要製品であります、いわゆるこの原油、石油製品による取引規制も、そこは選択肢の一つになってくるんだろうと思います。朝日新聞の岩尾です。新たな制裁決議ですけれども、北朝鮮に影響力を持つ中国とロシアの動向が一つの鍵を握ってくると思いますけれども、日本政府として中国ロシアにどういうふうな姿勢を求めていきたいというのを考えましょうか。我が国としては新たな安保理決議を追求していく、このことを含めて諸懸案の包括解決に向けて北朝鮮にどのような圧力をかけていくかということが最も効果的であるかという、そういう観点からこれ当然検討していきますけれども、中国、ロシア、ここも極めて影響力が大きい国でありますので、しっかりと働きかけをしながら行っていきたい、こういうふうに思っています。朝日新聞の岩尾です。異例の2日連続のこの日米の電話首脳会談は北朝鮮の情勢がそれだけ緊迫度を増しているということが背景にあるんでしょうか。両首脳で電話会談を行った後に、総理が韓国大統領をはじめとする他の首脳とも会談を行いました。そういう意味で極めて緊密に連携をしながら対応していこうという、そういうことであります。はい、日本テレビの天野です。関連して、この異例の2日連続の電話会談に加えて小野寺大臣とマティス国防長官、そして河野大臣と平曽国務長官もそれぞれ電話会談していると思いますが、こうした緊密な連携が北朝鮮の挑発行為に対する抑止力につながるとお考えですか。まず強力な日米同盟、その関係をしっかりと確認をし、そして対応していくこと、ここは極めて重要なことだというふうに思っています。そういう観点からも、2プラス2の会議もやりました。
それぞれの大臣間でもですね、さまざまな連携をしっかり取っていくと、そう対応することは、我が国の国民の安全安心を確保する、極めて重要なことだ、このように思っています。関連で、朝日新聞の岩尾です。トランプ米大統領はツイッターにですね、北朝鮮につきまして対話は解決策ではないというふうに投稿しております。まあ、圧力を強める考えを示されたものだと思いますけれども、日本政府としてですね、米国側の軍事行動を取った場合を想定したような、その日本国内の対応策について何か具体的な検討というのはされていらっしゃるんでしょうか。米国大統領の、ツイッターについてですね、余談を持ってコメントすることは控えたいと思います。その上で申し上げれば、我が国の防衛、そして地域の平和と安全、その確保には日米同盟、このことによって強い抑止力が必要である、このことは申し上げるものないというふうに思います。こうした観点から、すべての選択肢がテーブルの上にある、米国の姿勢や方針を、政府としては高く評価をしてきております。いずれにしろ、この北朝鮮対策というのは、日米韓首脳レベルのさまざまなすり合わせ、さらに日米韓、そしてまた影響力のある中国、ロシア、こうした国々とですね、緊密に外交的連携を取りながら、しっかりと対応していくと、このことが大事だと思います。フジテレビの下です。関連して質問します。今日イギリスのメイ首相が昨日来日しまして、今日は護衛艦を視察して、午後には NSC にも出席します。こうした動きは北朝鮮を意識したものと捉えてよろしいんでしょうか。まず、我が国と英国の関係でありますけれども、アジアと欧州で互いに最も緊密な安全保障、そのパートナーであって、今でも共同訓練の実施や防衛装備、防衛協力、物品役務総合提供協定、こうしたものの締結も行っています。で、安全保障分野において、そうした意味合いにおいては、極めて密接な関係のある国であります。8月31日に、いや今日でありますけれども、この実施予定の国家安全保障会議、このような両国の協力関係をさらに進化させるためにですね、外交防衛政策の司令塔である、この四大臣会合の出席閣僚が一堂に会した場に、名首相を直接お招きをし、今後の日英同盟、日英関係および日英安全保障協力について意見交換を、ここは極めて有意義なことだと思います。NHK 高橋です。北朝鮮の関連でお伺いします。今日で米韓の合同軍事演習を終了しますが、北朝鮮への警戒監視体制というのは引き続き維持するということになるでしょうか。本日両国の演習が終わるということは承知をしています。北朝鮮の核ミサイル、その動向について政府として日頃から重大な関心を持ってですね、情報収集分析に努めています。引き続いて米国、韓国、こうした国と緊密の連携をしながら、北朝鮮の挑発行動の自制および安保理決議の遵守、こうしたものを求めていきたいというふうに思いますし、国民の命、そして平和な暮らしを守るべく、高度な警戒監視体制、ここはしっかりと維持をしていきたいというふうに思います。そして、いかなる事態にあっても対応することができるように、緊張感を持ってこうした情報収集や警戒監視にあたり、我が国の安全の確保に全力を尽くしていきたい、こういうふうに思います。ありがとうございます。NHK の高橋です。北朝鮮、来月9日には建国記念日を控えているわけですが、さらなる軍事挑発の可能性についてはどう分析しているんでしょうか。
まあ、我が国としてはいかなる事態にも国民の命、平和な暮らしを守るべく万全の体制を取って、国民の安全安心を確保する、そうした点に変わりはないということであります。具体個別のことについては、事柄の精神を控えたいと思います。東京の続きです、北朝鮮絡みですが、昨日報道ステーションでも報道されておりましたが、ワシントンの安全保障関係者の方が、アメリカでは核を北朝鮮に核保有を認めさせる代わりに ICBM の開発をやめさせるという方向での検討性というのが報道で出ておりました。この点に関して今政府としては何か把握されていらっしゃいますでしょうか。全く承知していません。合わせまして、CNN の報道では、この ICBM ですね、の迎撃の確率が18発中10発しか、今のアメリカの国防迎撃ミサイルシステムでも対応ができないという報道が出ております。で、官房長官、会見で、国民の安全安心のための万全の体制は取っているということですが、今、日本に配備されている SM3、今後出てくるイージス・アショア、それから PAC-2、これの配備によって完全にこの迎撃 ICBM に対応する迎撃体制が取れているという ご理解よろしいでしょうか。万全な体制は取れているということは常日頃申し上げています。はい、東京申し上げます。防衛省、防衛企業関係者取材をしてますと、現状のミサイル、日本のミサイル配備では皇居周辺や一部官邸等ですね、主要な都市では、守る体制はできているけど、全国区で決定的に連続してくる ICBM に対応できる体制までには至っていないとも聞いております。でこういう点から関しても、やはり迎撃ミサイルシステムだけでは対応しきれないのではないかということが言えると思うんですが、その点いかがでしょうか。我が国は国民の安全安心を守るための万全の体制を取りたい。合わせて東京市です。挑発的な行為をやめさせるんだという長官の会見でご発言出ておりますが、キム・ジョンウン委員長が再三にわたって、アメリカサイドに要求しているのが、21日から始まっている米韓合同演習で、2万8000人の、兵力を、動員してますが、北朝鮮の基地を叩いたり、キム委員長の斬首計画ですね、これを、行ったり、またレーダーに映る飛行はしないようにということを求めております。でこういうことを実際、アメリカ、米韓合同演習でやはり続けていることが、金委員長の、この ICBM の、発射ということを促しているとも言えると思うんですが、こういうことに対して、アメリカ側ともしくは韓国側との対話の中で、この合同演習の内容をですね、ある程度、金委員長側の要求に応えるように、ちょっと冷静になって対応するようにと、そういう働きかけは日本政府はやってるんでしょうか。我が国としては対話と圧力、行動対行動、基本姿勢のもとに日米の強力な同盟の中で国民の皆さんの安全安心は守っていくと万全の体制を取り組んでいます。その内容については北朝鮮の委員長に聞かれたらどうですか。東京文字です。北朝鮮とのパイプがないのでわからないですが、今のご発言ですと、ある程度この練習内容についても北朝鮮側の要望に応えて冷静かつ慎重な対応をするように米韓サイドに政府としては日本政府としては求めているというご理解でよろしいですか。我が国としてはありとあらゆる対ことが対応できるように万全の体制で取り組んでいるということです。朝日新聞なんです。北朝鮮関連にちょっとお伺いしたいんですが、昨日の衆議院の安保委員会の議論の中で、民進党の後藤議員が29日の北朝鮮のミサイル発射の前日に総理が公邸の方に泊まられていたことについて事前に把握されていたのかという質問をされたのに対して、西村副長官が若干含みを持たせる答弁をされているんですが、この事実関係についていかがでしょうか。事柄の性質を答えることは控えたいと。朝日新聞の南です。8月にそのミサイルが2回発射されたのと、同じ前夜に、総理の公邸に宿泊されているということも、2回と同じように起きているわけですが、これは偶然ということなんでしょうか。国民の安全を守るために政府としては万全の対策を講じています。よろしいですか。朝日新聞の南です。
まあ、万全の対処を講じているということなんですが、その事前に把握されていたかどうかということについては、否定もされないということなんでしょうか。事柄の性質を答えることは控えます。次の日程ございますので、ご協力をお願いいたします。朝新聞の南です。まあ、把握をしていたとすればですね、まあ、今回総理もこれまでにない深刻かつ、まあ、重大な脅威ということをおっしゃられていますし、まあ、官房長官の冒頭の記者会見で、発射直後の会見でもその飛行機やこの船舶に対する危険というのもおっしゃられていたと思うんですが、その辺に対するこう事前の、まあ、情報提供というの、この兼ね合いというのはどのように政府としてご判断されたんでしょうか。万全の体制で取り組んでつきます。よろしいですか。はい、今の関連なんですけど、総理の行動パターンが一定になるとですね、まあ、推測ないというのが出てくる可能性があるので、これは何か対応取れる考えがありますか。先ほど申し上げてますけれども、国民の安全安心に万全を体制を常に考えて取っているということです。はい、東京中です。発射の日は5時58分に発射されまして、6時2分に J アラートが鳴っております。で、これ上空通過が6時5分ぐらいだとすると、3分ぐらいしかですね、J アラートを発射された人々は逃げる時間に余裕がなかったわけです。前夜にある程度の状況を把握してたとなると、なぜそれを事前に国民に知らせていないのか、知らせる必要がなかったという判断であれば、これがつまり領土領海外に飛ぶので、落下する可能性がないから大丈夫も含めて、事前に通知することの方が、やはり国民の万全、安心安全を保つためには必要なんじゃないでしょうか。まあ、事柄の事情を答えることは控えたいと思いますけれども、政府としては万全の対応で臨んでいます。そしてこうした挑発行動を何回となく国連決議にも従わずに繰り返す、そうした無法の国家があるということは事実です。そういう中で私たちは万全の体制を取って、それにつきます。この後、公務がございますので、ご協力お願いいたします。東京文字です。すみません。で、官邸にですね、公邸に泊まった日だけ、次の日発射されてるんですね。これ今後ですね、政府が何を言わなくても、首相動静を見て、あ、公邸に泊まるなと思ったら、次の日はミサイルが飛ぶのかと。で、9月9日、先ほど質問で出ておりましたが、建国記念日にまた発射するんじゃないかという情報が流れております。公邸にやはり今回もそういうような情報が入れば、前夜に泊まるということになるんでしょうか。政権として万全の体制を整えて国民の安全安心を守ることが何か悪いことのような質問に今聞こえましたけど、政府としては常日頃から冷静に国民の安全安心を守ることに万全を尽くしています。それに全てがつきます。よろしいですか。はい、ありがとうございました。